はい、それでは本日は販売士2級平成29年第80回3の6番レイバースケジューリングプログラムについて解説していきたいと思います。次のアーカラオは小売店舗におけるレイバースケジューリングプログラムの導入について述べている。正しいものには1を、誤っているものには2を、回答用紙の所定欄にマークしなさいという問題です。こちらの問題に入る前にこのレイバースケジューリングプログラムというものを解説していきたいと思います。まずこのレイバースケジューリングプログラムというものは、作業割当計画といって、売上予測と適正な従業員配置によって効率的な店舗運営を目指すということですね。まあ何を言ってるのかというと、まあ、売上予算とかに基づいて、この時間にはこの人、この時間にはこの人、たくさん売れる時期にはたくさんの人事を投入する、換算日に関してはあまり人を投入しないというような、まあ、人の割り当てですね。誰が何時から、何時まで、そしてどの作業をどれくらいやるかというのを決めることを、あるいはスケジューリングプログラムと言います。でですね、このポイントが3つあります。一つ目はですね、精度の高い日々の、まあ、売上予測により作業量、人事を算出精度を上げるということですね。これがまず一つ目です。まあ、どのような作業をしていくかという、まあ、どれだけの人事で、どれだけの量をこなしていくかというものがこの、一つ目になります。そして二つ目は売上予測に応じて適正な、日割り人事枠を、設定するということですね。まあ、毎週、1日にどれぐらいの人事を割り当てていくか、どの作業にどの人を割り当てていくかというものを、まあ、設定していくというものになります。そして3つ目は、繁忙日と閑散日を考慮して人事を割り当てを調整するということですね。まあ、忙しい時にはたくさん人を入れて、少ない、もうめっちゃ暇な時には全然人を入れないというように、まあ、人事を割り当てしていくというこの3つのポイントがあります。でですね、この LSP の導入段階において、導入する前、導入した後ですね、導入した後に関しては、まあ、店舗で作業の、店舗作業を管理しやすいようにするために、部門、まあ、大きい分類ごとに、まあ、作業を一つ一つ分類していくということですね。まあ、品目とか SKU とか、まあ、ストップキーピングユニットとかいろいろあると思うんですけども、まあ、その中の、部門という大きな、まあ、分類からしていくということです。そして次に作業の種類ですね。まあ、固定的作業というものと変動的作業というものがあります。まあ、発注の準備であったり、データの事前処理、事後の処理はこの固定的作業というものが入ります。どれくらいの時間をかければ必要なサービスレベルを維持できるかというのを、まあ、調べるということになります。でですね、この変動的作業に関しては発注の数量を入力する作業です。まあ、発注の数量が多ければ時間がかかり、少なければ時間がかからないので、まあ、変動していくというものになります。そして次に、LSP の導入前のポイントですね。まあ、この LSP というものを導入する前に、まあ、やっておきたいことに関しては、まあ、各作業のシステム化であったり標準化を行います。そしてですね、まあ、作業の発生を、まあ、事前に予測していくことが非常に重要になりますので、LSP を導入する際は、このシステム化、標準化もないし、そして事前予測、作業の事前予測というのをしておく必要があるということです。そして最後に、この必要人事計画なんですけども、まあ、各作業を一つ一つ分類した後に、まあ、1人が1時間かけて終わる作業、まあ、これはマンアワーというんですけども、1人が1時間かけてどれぐらいのスピードで終わるか、どれぐらいかけて1つの業務が終わるかというのを、まあ、示すものになります。まあ、これを分類して、その1つの作業では何人事必要かというのを調べていくということですね。まあ、調べ方としては、まあ、例として固定作業に800秒かかります、変動作業に1万秒かかりますと仮定すると、まあ、1万800秒になります。これを、まあ、1時間に、秒単位の1時間単位に換算すると1万800割る、まあ、3600なので3時間。この固定作業と変動作業、この一つの業務、例えば何か物を発注する際の、発注業務が、例えばですよ、例えばこれだけかかるとしたら、この一人で行う発注業務は3時間かかる。なので、この時に、まあ、アルバイトであったり、そういう仕分けとか、発注にすごい携わる人に関しては、まあ、3時間この作業が必要ですよということを、まあ、この固定的作業と変動的作業の秒数から算出することができるということになります。なので、このように、まあ、固定的作業、変動的作業の必要人事の計画が立てて、それが、まあ、基準に定められた、まあ、人事、これは確実に何時間、これは確実に何時間と、各作業ごとに、まあ、分類していくわけです。まあ、その分類の基準として定められた人事のことを、この ER 値と言います。リーズナブルエクスペンタシーというんですけども、このリーズナブルというのは、まあ、合理的なという意味です。そしてエクスペンタンシーというのは、まあ、期待値という意味で、まあ、この直訳すると、合理的な、期待値というということですね。なので、この用語を覚えていただければと思います。では、こちらの、説明を踏まえて、こちらの問題に入っていきたいと思います。1番、LSP を導入する際は留意点としては、作業のシステム化や標準化、作業の、発生をできる限り事前に予測することなどが挙げられる。この問題は合っております。この
LSP 導入前のポイントとしてですね、まあ、各作業、システム化、標準化を行って、そして作業の事前の、作業の発生を事前に予測しておくということが必要になるので、この案に関しては取ります。そして2番、LSP の導入準備段階においては、店舗作業を管理しやすくするために品目ごとに作業を分類する。この問題は間違っています。この品目ごとっていうところが間違っているんですけども、この LSP では、導入された段階に関しては作業、店舗作業が管理しやすいように部門ですね、大きいものごとに、まあ、分けていくというものがこの LSP の導入段階になりますので、これは品目では、あまりにも小さすぎます。なのでこの部門というのが入りますので、この意に関しては間違っています。そして3番、作業から分類された1人が8時間かけて終わる作業を1人時として、分類ごとに何人時を要するかを調べる。この問題を間違っています。この8時間というところが違います。この1人が1時間かけて終わる作業、まあ、ワンアワーということを言うんですけども、なのでこちらに関しては1人が1時間かけて終わる作業になりますので、この問題は間違っています。そして4番、販売数量や入荷数量などに関係なく、作業時間が定まっている固定作業についてはどれくらいの時間をかけたか、必要なサービスレベルを維持できるかを調べる。この問題は合っております。この作業の種類の中の固定的作業に入ります。これはですね、まあ、発注準備であったり、あとはデータの事前処理等を行うんですけども、まあ、このような固定的作業に関しては、どれぐらいの時間をかけて、行えば、必要な売り上げが、まあ、伸びる、お客様から、まあ、期待されるような、まあ、サービスレベルを維持できるかという、時間を、調べていくことが、必要になります。これを調べなければ、固定作業がどんどん、この秒数が非常に長くなっていけば、長くなっていくほど、まあ、労働生産性というのが落ちていくので、このような固定作業の、まあ、固定作業がどれぐらい時間かかるのかを調べて、最終的に、まあ、お客様に適切なレベルでサービスを提供できるかというのを調べる必要がありますので、この問題に関しては合っております。そして5番、作業の分類ごとに基準として定められた人事のことを R1 という。この問題は合っております。まあ、最後に説明したこの R1 ですね、リーズナブルエクスペンタシー、合理的な期待値と言います。なのでこちらも覚えておいていただければと思います。では今回の問題は、あと、えと、おが正解で、いとうが、間違っております。